身長ビヨン、医師学科科、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。本日もね、身長先生聞けのね、36番目ということで、前回35番目ですね、80件以上ね、コメントいただいておりまして、やはりですね、最終身長予測が人気ということになりますので、バシバシ予測していきたいと思います。今後ですね、さらにパワーアップして、最終身長予測をお届けできるように体制を整えてます。ぜひ皆さんお楽しみにしてください。一回ね、投稿して選ばれなかったので、ぜひ何度も何度もね、記載してください。できる情報たくさんある方が他の方にとっても参考になります。そういった方はね、選んでいく傾向にありますので、参考にしてください。それでは今日は、ね、いつもとちょっと違ったアングルでね、説明していきたいと思います。はい、ということでですね、今日は定調シートに実際に手書きでやるような感じでね、ちょっと説明していきたいと思います。で、まず最初の方ですね、僕プリンさんとか最終身長予測お願いしたいです。現在14歳と3ヶ月です。10歳6ヶ月 152.3 センチ、11歳6ヶ月 154.6 センチ、12歳6ヶ月 156.8 センチ、13歳6ヶ月 163 センチ、お父様が 164.7お母様が 164.4 センチということで、陰毛が13歳から変化、声変わり13歳6ヶ月、脇毛は13歳10ヶ月、口ひげ現地で少し産毛が濃くなってきた感じです。ラゴひげはまだ生えていません。体型は平均より少し重めです。母方の親戚は身長が大きい人が多いです。男性と180センチぐらいとか3人います。逆に父方の方は全員160センチ台、大きくても170前半です。部活はサッカーをやっていましたが、足を怪我してしまい治るまで時間がかなりかかりそうということでやめました。今ランニングマシンで毎日走っています。自分の中では170センチを骨折175を目指したい。ぜひアドバイスや予想をお願いしますということですね。ということで、まずこちらのデータですね。まあ、いつも通りね、成長シートの方ですね。希望の方いらっしゃいましたら、LINE の方ね、送っていただければ、こちらのシートに皆さんにお送りします。これは日本人の平均的な身長伸びを表にしたものになります。最終身長予測するときはね、皆さん慣れてる方も多いと思うんだけども、例えば今回であればですよ、こうやって見たときに、14歳と3ヶ月、ここですね。14歳と3ヶ月で 168.4 センチっていうところになります。まあ、ここですよね。仮に日本人の平均的身長が伸びていったらどうなるかなと検討します。で、そうすると、174.5 から175.4っていうような表現になってきます。これはあくまで平均的に身長が伸びたらっていう表現になりますので、平均ですね、伸び率が低ければですね、もっとこちらに行きますし、伸び率が高ければこちらの方に行くという表現になってきますので、今後、どちらの方に向かっていくかといういろんな要素をね、付加しながら予測していくような形になります。まずはですね、現在の身長に対して過去の身長ですね、こういうふうに黄色く塗ってますけども、これはですね、非常に難しいっていうのがまず最初のポイントになります。なぜ難しいかというと、ここの手前、ここの情報がないわけですね。なので、ここがすごく大事になってきます。例えばなんですけども、早熟のグラフっていうのは、こういうグラフになりますね。こういうような感じで来て、9歳とか10歳とかこういったところでこうぐーんと来て、10歳6ヶ月でピーク打って、で、ここが下がっていく。早熟の場合は、こういう風にもう一方方向的に下がっていきますので、それがポイントになります。なんで今回難しいっていうお話をしたかというと、一方向で向かっていってないわけですよね。ここでカーブがこう戻ってきてるって、ここがポイントになりますので、これがどうしてだろうっていうような表現になってきます。例えばじゃあ、このグラフがどういうような現象が成り立てば成り立つかっていうのを考えていきたいと思います。こういう風に成り立つっていうのは、例えばなんですけども、ここの前ですね。3歳から9歳ぐらい、いや小学生って言われるようなところですかね。こういったところで成長がしてきて、ここがずっと下がってる。そしてここから挽回する、これはグラフとしては存在します。これ一般的な盤熟っていう表現になります。ただ盤熟の場合はここまで落ち込むことは非常に珍しいですので、そこもまた難しいなっていう表現になってきます。なので今回の場合は現在の初期データから考えられるに175前後だということに対して、早熟と盤熟の両方が検討されるというようなデータになってくるわけになります。その前のデータがあれば2パターン考えられて、かなり予想のグレードが上がるわけになります。まあ、実際の診察であればこういったようなデータを持ってきてくださいっていうのをお話をしていると思います。ただ今回はね、 YouTube ってことですので、まあ、そのデータがない中でどういうふうに予想していくかっていうところになりますね。次ですね、遺伝身長とか、お父様とお母様の身長ちょっと見てみましょう。お父様の身長が 164.7、 お母様の身長 164.4 ってことで、遺伝身長を計算してみると 164.7 足す 164.4 足す13割る2ってことで 171.05 か。なのでここになるわけですね。遺伝的な収束をですね、検討すれば、ここからさらにここに行く早熟説っていうのが一個出来上がってくるわけになります。それに対してですけども、思春期少女の方、陰毛が13歳から変化、声変わりが13歳6ヶ月、脇毛が13歳10ヶ月というデータがありますので、それがね、どういったようなデータなのかというのを一緒に見ていきたいと思います。まあ、陰毛の方ね、よくお伝えしてるんですけども、11歳0ヶ月未満だと早熟という表現になりますし、14歳0ヶ月以上だと超盤熟みたいな表現してますので、13歳から変化っていうところを考えると、どちらかというと盤熟よりっていう表現になりますので、陰毛のデータからやはりちょっとこっち行くかなっていう印象になりますね。次、声変わりってところで、12歳未満だと早熟、15歳以上だと盤熟という表現になりますので、
ので、やや盤熟を期待したいみたいな表現だと思います。脇毛に関してもですね、小盤熟の目安が16歳以上っていうところに表現してますので、まあこういう風に見てみると、盤熟を期待したいみたいな表現になりますので、強烈なカーブが出るというよりは、まあ、わずかにこっち側に、ね、期待するような印象になってくると思います。そしてさらに面白いのですね、お母様の方はどちらかというと身長が高くて、こう180センチ台の家系が多いってことですね。お母様の家系、まあ母家系と表現していましたね。それに対して、お父様の方は高くても170前半ってことで、まあこういったような形になりますので、まさにですね、この表をですね、表しているという表現になりますね。こういうふうにですね、すべての様子によってどちらにでもブレるタイプという表現になってきます。こういうふうにですね、いくつもですね、混在するようなデータ、予測が難しいです。天気予報でいうところですね、気圧は低いけども、曇りの要素が全くないとか、矛盾するデータっていうのはしばし見受けられるわけになります。自然界であればですね、矛盾するデータばかりになるわけですから、これも全然普通になります。で、この中でどれくらいに予測するかってところですね、ここかなり難しいですね。こういう場合はやっぱり最初の基準値、最終身長を予測する分に最も大事な項目なんですかというね、表現で私受ければですけども、現在の身長ってまず一つ目の大きなデータになってくると思うので、それでも上振れする可能性があるでしょう、下振れする可能性があるでしょうというふうな表現であれば、 172.8 から 177.1 っていうのが表付けの予測になってくるかなと思います。ただ骨の年齢とか算出していって、より正確なもので出していくといいのかなというふうに思います。例えば今回の14歳3ヶ月仮にですよ、骨の年齢が13歳3ヶ月1年分若いとして 168.4 ですので、見てみると178ぐらいまでは期待値としては上がるっていうところになります。超盤熟、超早熟の一つの目安っていうのは、私の方だと大体マックス2年ぐらいなんですね。今回は、まあ、陰毛だったり、そういったデータからは超盤熟っていう可能性はなさそうですね。2年未満の誤差範囲だと思いますので、やはりここら辺が、まあ、妥当な数値っていうところになりますね。例えばこういったですね、14歳3ヶ月ぐらいのデータですと、ALP っていう数字ですね。まあ、皆さんもね、よくご存知だと思うんですけど、ALP っていうのは骨の代謝ですよね。骨代謝を表します。で、こういったのをですね、確認したりだとかするとですね、より一層身長伸ばすのが分かったりもします。今からどれだけ身長伸ばそうかっていう働きってですね、骨端線と ALP のですね、まあ、掛け算によって算出されるなんていう表現もできますので、レントゲンで骨を見る。採血の方で骨代謝の方を見てですね、どれくらい向かっているのかって見るといいと思います。例えばですけども、今回であればですね、ALP っていう数字がですよ、350以上出てるようであればですよ、177とか予測としては立ちますし、225とかそこら辺ぐらいだとこっちの方が、ね、予測値としては高いかな。ALP が170とか、そういったような数字だとですね、170に到達するのもですね、難しいかもしれないとか、そういったところ ALP がこういう風に算出されるわけになりますね。それに対して骨の年齢がですけども、1年分若ければ、先ほどね、お伝えしたこう緑のラインですよね。例えば、15歳3ヶ月、1年分早熟だというふうに仮定すれば、こういったところが、近似値として表されるわけですので、まあ、ここら辺になりますね。やはりね、最初に算出した数字がなかなか妥当な数字って表現になってくると思いますけど、いかがでしょうか。結構こうやって手書きで書くとね、私はどういう風なイメージデザインをしているかっていうところですね、伝わる部分もあるかなと思いますね。皆さんもこの形式ね、ちょっと参考に、いつもデジタル形式が面白いとかね、教えていただければと思います。はい、次はですね、イクマンの寝言さんの最終身長予測を行っていきたいと思います。12歳7ヶ月 142.7cm、13歳7ヶ月 152.0cm、14歳7ヶ月 159.5cm、15歳7ヶ月 162.7cm、16歳9ヶ月 164.5cm、17歳7ヶ月 166.4cm、父親160年、母親152、15歳7ヶ月から16歳9ヶ月では14ヶ月 1.8cm しか伸びませんでした。ほんの少しだけ栄養改善をしたら、16歳9ヶ月から17歳7ヶ月は12ヶ月 1.9 センチ伸びました。本当の170センチを目指すのは厳しいですが、まだ諦めたくありません。追記ところで声変わりが13歳6ヶ月、陰毛13歳3ヶ月、脇毛14歳、口ひげ15歳6ヶ月、顎ひげ18歳時点で1本見える程度というところの感じですね。この方はね、最終身長予測していきたいと思います。この方の場合ですが、かなりですね、まあ年齢としては進んでいるという表現になりますので、最終身長予測をする方法もいろんな方法があるかなというふうに思います。現在の直近のデータが17歳と7ヶ月というふうになるので、まあ、ほとんどね、もうここっていうところですね。平均的身長伸びて期待するっていう表現ですね。18歳0ヶ月の時を考えれば 166.6 から 167.3 という表現になってきます。でそれに対してお父様が167、お母様が152、遺伝身長166センチなんですね。そうやって考えて遺伝的には完全一致っていう表現になりますので、こういう方の場合ですね、基本的には遺伝的な方向に向かうという傾向が強いに私は思います。例えばこれ他のお子様も同じで、こういう風なところをピターンと成長するお子様結構いらっしゃるんですね。こうピターンとマイナス 1S2 みたいなところですね。そういった子がですね、遺伝身長計算とここみたいなこと結構よくあるんですね。そういった子に関して言うと、比較的遺伝身長が当てはまる傾向が強いように思いますので、今回はまずその1点になります。それに対して今までのデータで、ね、見ていきたいと思います。この方も小学生のデータがどっちかによって全然話が変わってくるわけになりますね。なので、まあ、例えば1回でもこういう風にですよ、凸を迎えているようなデータなのか、凸を迎えずにですね、そのまま進行しているデータなのか、これによってもだいぶ話が変わってきます。今回は私の勝手な予測なんだけども、多分だけど当たると思います。小学校の時はほぼ間違いなくここら辺のゾーンに
ていたことがほぼ確定的だと思います。その中でわずかにこういうふうに左の方に移行したというケースが考えられて、そこがわずかに挽回していったという表現になりますので、この方の場合です、おそらくなんですけども、ある程度晩熟っていう表現がおそらく私は正しいと思います。なのでわずかにこちらの方に期待したいみたいなことは少し言えると思います。もう13歳3ヶ月ということで、こちらもね、まあ、比較的平均的、もしくはやや晩熟を期待したいですね。こういう代わりは13歳6ヶ月ということで、こちらもね、晩熟を期待したいみたいな表現だと思います。実際はですね、採血を取って男性ホルモンを検出する年齢はですね、もうちょっと早いような予測がね、おそらく立ってくるんだと思うんですけども、晩熟にやはり期待したいでしょうという表現だと思います。こういうふうに中盤の年齢の時によくお話ししているのは、この1年間に伸びた成長率のですね、約半分が期待値ですよというふうな表現してきますので、16歳9ヶ月から17歳7ヶ月今約1年というところですね、プラス 1.9 センチという表現にしてますね。なので次の年はプラス1センチぐらいで、その次はですねプラス 0.5 センチぐらいという表現になりますので、この次はもうないかなというふうに考えると、プラス 1.5 センチぐらいというのがここから算出されるような数字になりますので、直近のデータが 166.4 プラス 1.5 じゃあ 167.9 センチという表現になりますので、先ほどの数字見てみるとピターンってくるでしょうね。ってことはかなり可能性としては高いってことがお伝えできると思います。それに対して実際のですね、まあ、診察レントゲンとかですね、採血を行うと、ここをさらにどういうふうに予測していくかっていうところを補足していきたいと思います。当然ここは ALP がね重要になってくるわけです。 ALP がですね高ければですけど、もっと高くなるっていうところを期待できますので、例えばですけど ALP がまあ175以上だと、より一層ですね185以上とかも期待値としては上がってくるのかなっていうところになります。それに対して ALP がですね113未満、大人の値ですね、そういったところだと 166.0 から166.6 とか、そういったところはですね、まあ、考えられるようなわけになりますので、採血するとより一層ね予測するっていうのは可能になってくると思います。さらに今回170センチっていうのが一つの目標、170センチ行くときってね、そもそも18歳で身長完成しないで、こういった株が19歳もしくはですね20歳程度まで、ね、続くことによって初めて達成できるっていうところになってくると思いますので、まあ、かなりね晩熟を期待していきたいというところだと思います。ただね、別に諦める必要は全くありませんので、私の動画ねぜひ一生懸命見ていただいて、これからも一緒に身長伸ばしていきましょう。はい、次ね、真っ白さん。現在18歳1ヶ月です。いつも動画拝見しています。最終身長予測をしていただきたいです。お父様170センチ、お母様150センチ、12歳3ヶ月から17歳10ヶ月のデータいただいてます。17歳10ヶ月の直近のデータに 172.5 センチということですね。目標は175センチで、陰毛は13歳の終わり頃、脇が14歳の終わり頃からだと思います。あと、これは晩熟なのかどうかってところですね。そこを答えていきたいと思います。現状としてはですね、まずね、18歳1ヶ月で、直近のデータ、18歳1ヶ月のデータがなくて、一番ニューなデータは 172.5 ってところなんで、まあ、ここにいらっしゃるわけになりますね。なので、まあ、単純に平均的に伸びていくと172とかマックス3ぐらい推定だと思います。まあ、平均より伸び率が高ければもっと高くなる、低ければもっと低くなるというところで予測していきたいと思います。陰毛は13歳終わり頃という表現になりますので、ここからは比較的晩熟を、ね、期待したいという表現だと思います。でお父様とお母様の身長は170足す150足す13割る2ということで 166.5 というふうな、ね、表現になりますので、遺伝身長から考えるとね、非常にいい身長で獲得することができている傾向にあるでしょうという表現になってくると思います。それに対して過去のデータをねちょっと見ていきたいと思います。皆さん同じなんですけども、今回の動画を通して分かっていただくのが、小学生の時のデータですね、まあ、6歳から10歳ぐらいのデータっていうのも非常に大事になりますので、ぜひねそちらの方も記載していただいたデータの方ねお送りください。皆さんにとっても参考になるデータねお話しできるんじゃないでしょうか。ということでね、今回ねこのデータ見ていくと、14歳6ヶ月ですねのデータから見てみると、こうぐーっと明らかにシフトしてる。一般的にはなんですけども、こういった14歳6ヶ月がこういったところにねシフトしてくるっていうのを考えると、もうほぼ晩熟確定っていう表現でいいと思いますので、やはり年間の成長率としては今後も、ね、少し期待できるでしょうという表現だと思います。これがねいわゆる終盤と呼ばれるデータの場合だと、年間の成長率の計算して近似的にですね最終身長を求めるという方法もよくやりますので、それもちょっと実際に一緒にまたやってみましょう。例えばなんですけども、まあ今18歳1ヶ月でちょっと推定身長ってことで172センチぐらいって表現だと思いますので、それに対して17歳3ヶ月で 171.4 センチ、とかですかね、16歳7ヶ月 170.1 センチって表現になってきますね。これちょっとなしにしましょうかね。これピックアップして考えてみましょう。ここの差がプラス 1.3 センチの8ヶ月ってことになるので、12ヶ月計算すると16歳から17歳ぐらいで年間で言うと 1.95 センチって評価になりますので、まあ、17歳3ヶ月から1年間ですね1センチ程度、18歳3ヶ月で 172.4 センチとか、そこら辺が期待値になって、それに対してプラス 0.5 センチするような形になるので、まあ、19歳3ヶ月まで仮に伸びたとしたらですね 172.9 センチとかなんで、まあ、173ぐらいであれば可能性としてはあるでしょうという表現ですね。目標175ってところなので、絶対に無理ではない数字だと思います。ぜひね頑張っていただきたいと思いますけど、まあ、妥当なラインでいくとこういったところがやっぱりね妥当な数字だと思います。晩熟かっていう質問に関してはね 100% 晩熟でしょうということは言えると思います。はい、じゃあ次ハルト5さんのデータ見ていきたいと思います。今回7歳から13歳ということで、月齢が記載してありませんね。今回13
13歳0ヶ月ということで仮にデータの方を記載しています。ただしこれが13歳9ヶ月とかだと164センチでここのデータになってきますので、やっぱりこれぐらいずれますので月齢までしっかり書いていただくといいと思います。ただ今回は他のデータもですね、全て0ヶ月として計算していきたいと思います。お父様176センチ、お母様156センチ。で、妹が12歳9ヶ月、これから12歳11ヶ月、脇が生えてないとサッカーやってますということになりますね。直近のデータってところで、ここのデータ見てみると、平均的にこの身長伸びて 177.1 センチってところになりますね。それに対して過去のデータ見てみましょうってところなんですけども、今回のデータはですね、ここですね。今回は小学生の時のデータがいただいてますので、で、ここら辺が6歳から10歳ぐらいまでデータを出したら大体ここら辺。これはどういうデータかって見てると、171センチぐらいに向かっているようなペースになりますので、まあ、そこが一つ。それに対して、こう明らかにこうボーンと跳ね上がってるタイプになりますので、これはよくあるあるの人軸をですね、想起させるようなデータになりますので、注意が必要になります。特になんですけど、ここのところですね、ここちょっと見ていただきたいんですけども、ここの幅感。幅感がこうやってきて、で、これドーンと来て、で、その次が大事なんですね。次が、まあ、大体普通は、こういう風になってきます。こういう風になってきます。で、こういう風になってきます。で、こういう風になってっていう感じで、こう、落ちてくるデータになってくるので、早熟の可能性が非常に高いことが過去の記録から分かります。それがね、本当に正しいのかどうかっていうのを他のデータを持って検討していきましょう。お父さんも176の、お母さんも156センチですので、176たす、156たす、13割2は 172.5 ってところなので、遺伝身長的にはここに見るわけですね。このデータからもなんとなくですね、今ちょっとオーバーパフォーム、いろいろなデータから見てもオーバーパフォームで、そういったデータがあるような気もします。ただし、お父様の身長176センチってさ、ここら辺というところ、お父様にって表現がね、もし正しいとすれば、こういったこともあり得る。それとしてお母様の156っていうね、女性の場合ね、158センチここに該当しますので、もうお母様身長ね、男性関数とこういったところになりますので、まあそういった意味だとはね、この間ってところが、まあ一つのもちろんデータにはなってくるわけになります。陰謀が12歳9ヶ月ってことで、このデータ化すると私としては違和感があるようなデータになります。具体的に言うと、この身長の表から見ると、11歳0ヶ月の時に非常にボーンといってますので、この時点で何かしらのように男性ホルモンが検出されてるような考えるのが非常に一般的な印象になりますので、こういったのはしっかりと採血をして確認をするっていうところが大事だと思います。今回の場合ですと採血をレントゲンを取るとどれくらい早熟なのかがほぼ確定的に分かるタイプだと思いますので、比較的推奨度が高いです。例えばなんですけども、よく見るカーブ感としてこういったようなカーブ感が早熟としてよくあるようなグラフになります。これもですね、非常に雑ではあるんですけども、この中でもかなりですね、差があることが分かっていただけると思います。これはですね、まあ非常に簡易的な表ですよ。私の今までいろんな方を見させていただいている中でのよくあるデータを算出した時のカーブ感のデータとしては、これぐらいのカーブがよく見られるカーブ感になります。で、このデータが今適当に線引いただけだけど、どういった意味合いなのかって少し見ていきたいと思います。今回13歳0ヶ月164センチって評価なんですけども、仮にですね、14歳0ヶ月で164センチ、ね、ここになるわけですね。なので1年分早熟っていう表現であれば、172ぐらいのペース感になりますし、2年分早熟っていう評価になると、15歳0ヶ月で164だと168ぐらいのペースということなので、ここら辺がね、まあ一つの目安のスパンになってくるから、さっき適当に線引いたように当たって、まあもうちょっと優しくてもいいかなっていうところが補正できるかなっていう印象にもなります。ただ早熟の場合はですね、結構このカーブ感って結構きつくなることも多いので、かなり注意が必要です。ただ今回ね、あくまでもこう YouTube でやってるわけですので、実際ね、採血とかレントゲンを取ると全く早熟じゃなかったってことで予想をですね、こっち側に曲げちゃう、こんな数字だよなんていうふうにお伝えする可能性ももちろんありますので、まあそこは十分ご了承いただいてご参考いただければと思います。はい、じゃあ次はミニトークさんとかでいつも視聴して勉強させていただいてます。今回の動画も勉強になりました。身長制の動画を見て身長まみに測るようになりましたね。ほとんど昼身長ですので、ここが素晴らしいですよね。同じような時間帯で測らないと比べることは難しいですので、いいんじゃないでしょうか。陰毛は11歳半から声変わりも同時期に始まったと思います。12歳半にはですね、鼻の下にヒゲが薄ら入ってきて、13歳には脇毛も入ってきたということで、13歳半にボーボーですってことですね。早熟気味だと思うので、今後の成長と夜型なのか、なかなか早く寝れないので睡眠時間取れないことは心配です。13歳からですね、亜鉛とマルチビタミンを取っていると。で、卵かけご飯も食べています。運動は週1回の水泳です。なんとかして175行きたいです。お父様が169センチ、お母様157センチ。8歳0ヶ月からですね、現在のですね、14歳0ヶ月までデータいただいておりますので、この内容を見てね、ちょっと一緒に検討していきたいと思います。成長シート欲しい人はね、もう繰り返しお伝えしてます。LINE の方にね、成長シート希望というふうに送っていただければ送りますので、A4 だとこう小さすぎてこう分かんなくなっちゃうので、A3 でコピーしてもらって、同じようにして、こう黄色く色塗ってね、一緒に検討してみてください。ということで、14歳0ヶ月 169.6センチってことになりますね。まあ、現状ね、このまま平均的身長伸びてたらどうなるかなって、まず最初に検討しましょう。そうすると176.3から 177.1 ってところになるわけなんですけど、平均伸び率がね、高ければもっと高くなりますし、伸び率低ければもっと低くなるでしょうってことで、どちらに行くタイプなのかね、早熟なのか、晩熟なのかってところね、一緒にちょっと検討していきたいと思います。過去のデータ少し見てみましょうってことで、意外とまとまりがいいことがわかります。このデータからは、こういったところですね、まあ、このなんていうか、ずーっとこっち側に行ってる。
そして12歳とか13歳ぐらいピークになって少しこう折り返しの印象があることからは早熟傾向というふうに考えてもいいんだけども、バコーンって言ってこう戻ってるような印象はないので、ここからのカーブ感は緩やかだといいなと私も期待したいところだと思います。ただし陰毛は11歳半からっていうところになりますので、まあ、超早熟の目安として11歳0ヶ月というふうにお伝えしてるんですけども、11歳半ではやっぱかなりね早い方かなというふうに思いますので、そういった意味でやっぱり、ね、こっちの方に行くのかなっていうところもね、やっぱり妥当な線だと思いますし、そこに遺伝身長をね計算してみるとここってことでこっちに向かってる傾向だと思います。その中で175行きたいってところなんですけども、今の時点ですよ、伸ばすっていうのが大事なポイントになってくるっていうところと、亜鉛とマルチビタミンのサプリですね。これに関して言うと、亜鉛は身長伸ばす上において重要な栄養素の一つであることはそれなりにほぼ間違いないっていうことがなんとなく私としては確定的。この動画はお医者さんも見てるので、細かいこと言うとエビデンスレベルとしてはどこまでね推奨すべきかっていうのはまた別の問題になってくると。ただ少なくともそういった論文がいくつも出てるっていう事象と、現状としては採血用ですね、欠乏してる方が多いというのは事実。その中で短期的に見てもですね、 ALP が改善するとかそういったデータもあることも考えれば、内服を検討するというのも一理あるというふうに考えてもいいと思います。ただし YouTube を通してね、いろんな方が見ていただいてるので、過剰に皆さんにですね亜鉛を摂取しろとかそういったことをお伝えするつもり一切ないです。ちゃんと採血をしながら随時確認しながらやるってことがすごく大事だと思いますので、そこね皆さんも十分ご理解いただければと思います。じゃあこの方のデータもう少し深掘りしていくんだけども、14歳0ヶ月のデータなんですけども、1年分早熟だと仮定するとここら辺ですね。なので172ぐらいのペースということになりますね。仮にまあ超早熟16歳で考えていくと、意外とそんな変わんないよね、こうやって見てね。そうするとやっぱここら辺が、やっぱ非常にですね、ターゲットゾーンとしては正しいのかなと思いますね。遺伝身長とか、早熟という要素にですね、向かって、こっち引力が働くんですよ、イメージ的にね。こういったようなグラフ感が今後生まれてくるってところになってくると思いますね。今回、細かくね、このデータで見ていくのであれば、14歳3ヶ月の時に、169.9 センチ以上あるってことが、ものすごく大事になる。これを下回ってしまうと、非常にですね、早熟度合いとしては、より強くなるっていう表現になりますので、今後、注意が必要になります。14歳6ヶ月で、170.8 センチ欲しい。ここがポイントになりますので、もし一緒に治療していく場合だと171センチをね14歳6ヶ月でしっかりと目指していきましょうみたいなことをね立てていきながら175目指していくっていうことに実際になってくると思います。はい、でということでですね、今日はね5名の最終身長予測を行って、でなおかつ手書きでやってみて、実際の診察に限りなく近いようなやり方でやってみました。ぜひですね、今日の内容が面白かったのか、手書きがどうだったかとか、そういったのもぜひ感想いただいてブラッシュアップしてね、またやっていきたいと思います。次はね5名じゃなくて10名ぐらい一気に予測できるぐらいで、ね、エネルギー使っていきたいなと思います。私のエネルギー次第ってところもあるんですけども、できるだけね全身全霊でね頑張っていきたいと思います。今後もですね身長に関することね配信していきたいと思います。身長に関する疑問がありましたらぜひコメント欄の方に記載してください。ピックアップしながらね答えていきたいと思います。それではまた。